ヘンリー・スタウトはアメリカ・オランダ改革協会が5番目に派遣した宣教師である。長崎で伝道活動をした。アメリカ合衆国ニュージャージー州ラリタン村でオランダ系アメリカ人ジョン・スタウトの7人兄弟の第三子として生まれた。20歳の時に父や姉と一緒に洗礼を受けた。1865年にラトガース大学を卒業し、 ニューブラウンズウィック神学校に入学する。JL アメルマンが同級生だった。1868年には神学校を卒業してラリタン仲介で教師資格を得た。同年6月にエリザベスプロボストと結婚する。1868年に長崎にいたグイドフルベッキよりアメリカ・オランダ改革派協会海外伝道局に宣教師派遣の要請があり、 スタウトが選ばれた。1869年3月10日に、スタウトは、夫婦で、フルベッキのいた長崎に到着した。スタウトが到着して12日後にフルベッキは、大学改正学校の教師になるために、東京に転居。フルベッキが住んでいた、大徳寺に住み、長崎で、選挙活動をすることになった。フルベッキの公認として、幸運館で英語を教えた。 1872年には幸運館教師を辞職して自宅で聖書を教科書に用いて夜間英語塾を始めた。幸運館の生徒らも参加した。その中で瀬川浅が1873年9月に洗礼を受けた。1876年には長崎日本キリスト公会が組織された。1874年に CHH ウォルフ。 1897年にユージーンブース。1884年にハワード・ハリスが短期間滞在したが、やがて東京、横浜に移っていった。1878年9月の会議で、アメリカ改革協会日本電動会社が組織されて、長崎ステーションと呼ばれるようになった。フルベッキラが手伝いに来てくれることはあったが、スタウトが古軍奮闘していた。 1883年にデマレスト、1886年にオルトマンズ、1888年にピークラが訪日したことで、長崎の活動が軌道に乗り始める。瀬川が東京一新学校を卒業して1877年に戻ると鹿児島の開拓伝道を計画した。1878年に瀬川と富川一郎を鹿児島に派遣する。 1881年7月に、瀬川麻と、青山章三郎、服部ト三と共に、日本キリスト一致協会の西部仲介が設立された。1884年に来日した、女性選挙師メリー・イー・ブロカウが、女子学校を、1886年に訪日した、アルバート・オルトマンスが男子学校を設立する。 1887年には、東山学院進学部や女子教育部を開校する。東山学院級スチール記念学校主、再色絵葉がき1889年に本電動会社から、長崎ステーションが独立して、アメリカ改革協会南日本電動社になる。1895年に、妻の健康不安のために、アメリカに一時帰国する。 スタウト不在の間に進学部は閉鎖される。1889年に日本に帰還するが、1902年に妻が長崎で死去する。1904年にスタウトは宣教師を辞職し、1906年にアメリカに帰国する。アメリカではニュージャージー州バウンドブルック協会で1907年より、レッドバンク協会で1909年から牧師を務めて、 1910年に引退する。1911年に再訪日。1912年にニュージャージー州レイクハーストで死去した。長老、改革協会来日選挙指示典新教出版社。2003年。ありがとうございます。